ねえねえ、カンベイ殿、俺さ、元就さんからすっごい招待状をもらっちゃった。貴殿を3食昼寝付きの豪華旅行にご招待、ご家族兵士もどうぞお誘いください。だって私にも同じ書状が来ている。やったー、カンベイ殿と一緒に旅行ってこと。元就さんも粋なことやってくれるよね。兵士も誘えというのが引っかかるが。きっと太っ腹な元就さんのことだから、兵士たちの面倒も見てくれるんだよ。あー楽しみ。あれ、やはり話が違う。火種は絶やさねばな。無茶しないでよ、官兵衛殿。君たちの知略を後世に残したいと思ってね、各地の知将たちに集まってもらったんだ。いわば両兵衛と知将たちの軍略合戦だ。これはきっと興味深い戦いになるよ。お隣さん、いらないよ。三食昼寝付きの豪華な旅って大嘘。騙された借、この戦で返そう。息子長政に任せ、お隣を討つ。僭越ながら先陣を切らせていただきます。黒羽巻組、敵本陣を吸収してくださいませ。開門。地に現れば艦を持ち得ることはどうする。まずは忍びを使う知者を撃つべきかな。開く。軍略合戦の場に当たって場違いね。井上君、一緒にいてくれる？息子まで籠絡されてはかなわぬ。だからバチがいって言ったの。伊藤愛の直江兼継とメガネの片倉小十郎、普段は敵だがこいつ同州なれば無敵だ。
ないよ。参るか、身のほど知らずめ。誘い出された敵を倒す。よい、つかねえ。わしらは本陣をつくよ。で、氏康たちは慌てて本陣に戻る敵を撃ちゃいいんだろう。ちゃけ、毛利爺の道楽にも困ったもんだぜ。釈刀殺人、元就武田北条の力は我らを斬る。速攻で叩き潰すしかあるまい。開こう。じきじきに相手をするしかないか。解剖次はこちらの番だ。武田北条本陣を吸収し信玄らを強撃する。伏せてここぞで使う。さすがはかま。俺にお任せ。いい意志じゃねえ。信玄さんと氏康さん、風のごとく倒しちゃおう。これさ、最初は全くやる気なかったけど、勘兵衛殿と一緒に戦うのやっぱ楽しいや。それでは元就の術中だな。騙された借りはきっちり返さねばならん。大丈夫だよ勘兵衛殿、俺に抜かりなし。孫子曰く、まずは負けない体勢を作れってね。
風のごとし、孫子も極めるか。さすがじゃよ、両兵。両兵相手によく粘った方だぜ。信玄、今度は俺じゃなく戦バカを連れてけ。信玄公や宇治康公までやられるとはね。こりゃ引いて殿と合流した方がいいか。孫子曰く、半ば進み半ば引くは誘うな。これは俺たちを誘ってるんや。開門。戦場地よい。中央の席に誰もいない。あんな幼稚放っておくはずないんだけど。見てて。気になっちゃった。それが罠。ここは死地、侵略家を気取る者の墓場よ。の大役人の関係を見破るとお主らも相当あるのに。いえいえ、神秀さんにはかないませんし。開門。
勉強見てなかった。針のおかげでいい本が書けそうだよ。さて、敵は砦を空にして本陣を固めたか。ちょっと怪しいね。追撃はやめてくれるかい？よし、元就さんも疑心暗鬼にかかる。北東方面にもまだ気が入ってないみたい。開門！正方激闘。西で声を発し東を撃つ。手間取れば手取られ、速やかに行動せよ。我こそ天下無双の。おこがましいことだ。耳を取る。やぬるか。俺にお任せ。働く軍師だな、官兵衛殿は。集中させる。
まさか北西方面から攻撃しているのかね。この敵将撃破も計算通りなり。させた上で本陣を勝利を収める気か。奴は最短距離で侵入してくるが、本陣に入る前に排除せぬ。開こう。陣営を損なわないこと、こそ知らず。ここでも孫子の教えに従うと。今から楽しみです。父上、たっぷりと冗長な文章をお願いします。俺、元成さんの本気になってきちゃった。後で一緒に読もう、官兵衛殿。Kは結局元成の術中に落ちたな。隣の本だ。我らの戦いぶりがやはり冗長に書かれているぞ。げ、何この分厚さ。わかりにくいし、くどいし、まあ。泣くぞ、元成が。
俺たちの戦いが後世に残るのは嬉しいけどさ、子供や孫たちが勘違いするじゃん。先祖はこんなにすごかった、だから俺たちもとかさ、だから俺たちはもっといい扱いにしろとかさ、子供たちに必要なのはこんな本じゃないよ、俺や官兵衛殿と過ごした時だと思うんだ。だからさ、官兵衛殿、今からでも遅くない、立ち消えになった家族ぐるみの旅行行かない？もちろんお代はもうお隣さん持ちで。本を灰にされ、大金まで払わされ、元就に同情する。いいじゃん、元就さんの趣味に協力した礼ってことで。さ、行こう行こう、今の時期は温泉が最高だよね。